ュースのカクテル飲んでます。まあ友達が何人だこれ何本使ったんだっていうのが5種類のジュースを使ったけど5種類のジュース使ったけど友達5人集まったら5本ジュース買えるよね。で5本のジュースでそのジュースをシェアしてさ、ジュースノンアルコールのカクテルを作って飲めるんじゃないかとは思うけどねっていうな。未成年でもね、そうそう5人集まりゃノンアルコールのカクテルがおしゃれなシャレオツなカクテルジュースノンアルコールカクテルが飲めるぜっていう。それでさ、俺アルコールはあんまりってかほとんど飲めないんだよ。だからまあ飲んだ気分になったためにこう瓶や缶のコレクターっていうかちょっと面白そうな瓶や缶があれば買ってコレクションするんだよな。これ趣味なんだよね、瓶や缶のパッケージのコレクション。まあアルコールはほとんど飲まないっていうかもう全く飲めないな。飲むとこう頭痛になるからさ、偏頭痛持ちなんだよ。だからまあアルコールは全然飲めない。もう頼まれても飲んだ試し頼まれても飲まないっていうか、俺のジュースカクテル飲めねえのかって言われるとすいません、僕はアルコールは飲めません、だからアルコール抜きにしてくださいってお願いします。まあこのなんていうかなアルコール飲むっていうことはちょっとさレリジョンにさこうレリジョンに逆らうことになるからさね。